久々に AI に曲使う、あ、いいね。あ、違う、あれやりてえな。俺のテリーへの、テリーに対する思い。もうあれ、そのままコピペして、歌にしてえわ。音楽のスタイルを教えてください。あー、こういう風にやるのか。バラード、エモ、女声。タイトルの名前は、ボガード。それから、そう、愛しのテリー。いいな、いいな。それいいな。愛しのテリー。これ伸ばすで作るのかな ?2 曲あります。こちらせデクラー様に血が昇ってるので初めに謝っておく。テリーよ、お前にがっかりしちまってきた。お前が登場するの本当に楽しみにしてたんだ。配信で、おなんとかお前のこと褒めてたよ。あよ。はい、パンチは短く差し合いができない。今後一生懸命やってもなんかダメージは普通だよな。トリプルゲイザー見たくて打つけどバーン。女版のモロハや。パンしちまうよな。灰色になってそのまま負けちまうわ。ただなかたえのタゲコンワインよ。あれはいでももうすぐ対策バレるんだろうな。だから足や大足もいいな。でも当ててもその後何したらいいんだろうな。わかる、俺が弱いんだよな。プロは疲れてるからな。俺のせいなんだよな。まだで初めて使いこなせてない俺が悪いな。本当ごめん。僕は一人だ。僕は思いついた。ベランダで大地に自分の捨て馬を撒いた。登場するの本当に楽しみにしてたんだ。配信ではなんとかお前のこと褒めてたよ。弱いパンチは短く差し合いができないコンボ一生懸命やってもなんかダメージは普通だよな。トリプルゲイザー見たくて打つけどバーアウトしちまうよな。灰色になってそのまま負けちまうわ。中台のタゲコンはいいよ。あれはいいでももうすぐ口が裂け暗玉に血が残ってるので初めちょっとこれなんで、ま、なんで混ざってんのこれ。なんで混ざったこれ。うん、愚痴らせてくれ。エモってやつがもしかしたらちゃうんかなこれな。あ、伸ばすにするとダメなんだ。ピアノ。口を合わせてくれ。頭に血が残ってるので初めに謝っておくわ。ケリーよ、お前にがっかりしちまってきた。お前が登場するの本当に楽しみにしてたんだ。配信ではなんとかお前のこと褒めてたよ。だもん。大パンチは短く差し合いができない。今後一生懸命やってもなんかダメージは普通だよな。トリプルゲイザー見たくてぶつけばバーアウトしちまうよな。灰色になってそのまま負けちまうわ。どこ言ってんだこれ。ただ仲対のタゲ怖いよ。あれはいいでももうすぐ対策バレるんだろうな。中足や大足もいいな。でも当ててもその後何したらいいんだろうな。わかる、俺が弱いんだよな。ピアノねえじゃん。耐えてるからな。俺のせいなんだよな。まだで初めで使いこなせてない俺が悪いな。本当ごめんな。でってんでんじゃねえよ。おい待って、ピアノなんか思ってんのと違うな。なんか打ち出せてくれ。頭に血が残ってるので初めに謝っておく。でいいよ、お前になっかり。グチラジでこれ頭に血が残ってるので初めに謝っておく。ひるいよ、お前にが。待って。開業しよう。開業。プロは使えてるからな。俺のせいだよな。まだ出始めで使いこすなくて俺が悪いな。本当ごめんと。で、これで、ちょっとやっぱ、ブルース。愛しのテリー。お？打ち出せてくれ、頭に
ちが登ってるので初めに謝っておく。テリーよお前にがっかりしちまってきたわ。お前が登場するの本当に楽しみにしてたんだ。こっち壁見ていいな。配信では何とかお前のこと褒めてたよ。でもパワーウェイふわっとバレて攻撃食らうトラップシュート押し付けてもなんか微妙。パナクルは有利取れてもなじていいかわからん。二日目にしてバレたのか。バンナックルに垂直置かれて大ダメージ食らうし、ザンギヤマドンなんてバンナックルがどうした後投げてくるぞ。ファイヤーキックなんか職人レベルじゃないと使えん。クラックシュート入れ込んでも世間にこぱんで潰せるのはバレ始めてる。ライジングタックルは裏にめくれるし、さらにダメージなんとかならんのか。ライジングタックルは罠クソみたいなダメージだ。大パンチは短く差し合いができない。今後一生懸命やってもなんかダメージは普通だよな。トリプルゲイザー見たってスケドバーンアウトしちまうよな。灰色になってそのまま負けちまうわ。ただ中大の立て込まいよなげあれはい。でももうすぐ対策バレるんだろうな。手は視野外、足もいいな。でも当ててもその後何したらいいんだろうな。わかる、俺が弱いんだよな。フロア使えてるからな。俺のせいなんだよな。まだで初めて使いこなせてない。俺が悪いな。本当ごめん。本当ごめん。あなるほどなるほどなるほど。いやなんかブルースいいね。打ち合わせてほら頭に血が残ってるの。初めに謝っておく。テリーよお前にがっかりしちまってきたわ。お前が登場するの本当に楽しみにしてたんだ。配信ではなんとかお前のこと褒めてたよ。でもパワーウェイブは飛ばれて攻撃食らう。クラックシュートは押し付けてもなんか微妙。バンナックルは有利取れても何していいかわからん。二日目にしてバレたのか。バンナックルに垂直置かれて大ダメージ食らうし、ザンギヤマの女でバンナックガードした後投げてくるぞ。ファイヤーキックなんか職人レベルじゃないと使えん。クラックシュート入れ込んでも世間にこぱんで潰せるのはバレ始めてる。ライジンタックルは裏にめくれるし、さらにダメージなんとかならんのか。ライジンタックルは鼻クソみたいなダメージだ。大パンチは短く差し合いができない。一生懸命やっても何かダメージは普通だよな。トリプルゲイザー見たくて打つけどバーンアウトしちまうよな。灰色になってそのまま負けちまうわ。ただ中台の影子はいいよ。あれはいい。でももうすぐ対策バレるんだろうな。中足や胴足もいいな。でも当ててもその後何したらいいんだろうな。わかる、俺が弱いんだよな。プロは使えてるからな。俺のせいなんだよな。まだ出始めで使いこなせてない。俺が悪いな。ほんとごめん。ごめんって顔なんかこれ。もう一個あります。もう一個4分あります。なんと4分です。聞いてみましょう。打ち合わせてくれ。頭の血が上ってるので初めに謝っておく。テリーよ、語りパートナー。お前にがっかりしちまってきた。
お前が登場するの本当に楽しみにしてたんだ。配信ではなんとかお前のこと褒めてた。でもパワーウェイブは飛ばれて攻撃くらい、クラックシュートは押し付けてもなんか見ろ。バンナックルは有利取れても何していいかわからん。2日目にしてバレたのか、バンナックルに垂直置かれて大ダメージ食らうし、サンギャマロンなんてバンナックガードした後投げてくるぞ。ファイヤーキックなんか職人レベルじゃないと使えん。クラックシュート入れ込んでも世間にコパンで潰せるのはバレ始めてる。ファイジンタックルは裏にめくれるし、さらにダメージなんとかならんのか。ライジンタックルは鼻クソみたいなダメージだ。ああ大パンチは短く差し合いができない。コンボ一生懸命やっても何かダメージは普通だよな。トリプルゲイザー見たくて打つけどバーンアウトしちまうよな。灰色になってそのまま負けちまうわ。ただ中大のタゲコンはいいよ、あれはいい。でももうすぐ対策バレるんだろうな。なんか足や胴足もいいな。でも当ててもその後何したらいいんだろうな。わかる、俺が弱いんだよな。プロは使えてるからな、俺のせいなんだよな。まだ出始めで使いこなせてない俺が悪いな。本当はごめん。謝り続けるんだろうな。そうなんだよな。孫さんももうこれ以上は料理できないっていう形なんだろうな。ライジンタックは鼻くそみたいなダメージだ、ダメージだ。ライジンタックは短く差し合いができない。ライジンタックルは差し合い一生懸命やっても何かダメージは普通だよな。ゲイザー見たくて打つけどバーンアウトしちまうよな。灰色になってそのまま負けちまうわ。ただ中大のタゲコンはいいよ、あれはいい。でももうすぐ対策バレるんだろうな。中足や胴足もいいな。でも当ててもその後何したらいいんだろうな。わかる、俺が弱いんだよな。プロは使えてるからな、俺のせいなんだよな。まだ出始めで使っ、おい、なんだそれ、なんだそれは、つか、うん、最後まで言ってくれよ。いや、ありがとうございました。うん、ありがとうございました。なんかもうかなり良かったっすね。うん、かなり良かった。俺すごいちょっとやっぱバラードじゃない、ジャズいいっすねこれね。いや、ラップよりもジャズだな俺な。うん。